ダーウィン。ダーウィンは、Apple が開発する UNIX 系のパズ z ックス準拠、オペレーティングシステムである。技術的には、NEXT STEP から、Open Step に続く流れを組み、マッハ 3.0BSD をベースとし、一部の機能は、他の BSDKOS からも取り入れている。ダーウィンは、MAX や iOS、さらには、WATOS と TEBIOS の基礎となる部分でもある。 ダーウィンはオープンソース及びフリーソフトウェアとして公開されており、他のフリーなユニックス系同様に特定のライセンス、Apple Public Source ライセンス下で入手、インストール、運用が可能であり、PowerPC ベースのマッキントッシュだけでなく、サポートされているハードウェアドライバの問題からハードウェア構成は限定されるが、インテル Mac ではないインテル機でも動作する。しかし、 この公開されていたソースコードでは当初インテルマックには対応していなかったためインテル製 CPU に移行後はクローズドソースになるのではないかという憶測も流れたが、インテルマック発売から半年後に対応のソースコードが公開された。なお、2005年4月にリリースされたダーウィン8.0以降、インストール用 CD イメージは公開されていないが、 後継プロジェクトパラダーウィンのサイトからダウンロードできる。カーネルはザヌーと呼ばれ、マッハを採用してはいるものの、マックスを動作させる場合には、複数のサーバーを組み込む必要はない。またパフォーマンス上の問題が懸念されたため、ダーウィンカーネル自体にマイクロカーネル構造は採用されていない。ドライバモデルには、I、オキットと呼ばれるオブジェクト指向のフレームワークを 採用している。NEXT STEP で採用されたドライバーキットの後継のライブラリーでドライバーキットのオブジェクティブ C での実装機能、限定版の C での実装に置き換えたもの。開発ツールは Xcode に含まれる。ダーウィンを立ち上げると最初に起動し端末の初期化を行うプロセスはローンチョドというデーモンであり他のユニックス系システムのイニットに相当する機能を担う。 マタイネットド、ザネードと同じように、ネットワークのポートを監視したり、クローンのように指定時刻ごとにプロセスを立ち上げる機能も担当する。採用は、ダーウィン8.0から。以下は、主なダーウィンのリリースと、それに対応するマックスの表である。対応するマックスは、異なる日にリリースされたかもしれないことに留意し、それらのリリース日については、マックスの個別ページを参照。 Mac OS X 10 V10.11 のリリースでバージョン番号が Darwin 1.41から5.1へ飛んでいるのは Darwin を Max のバージョンとビルド番号の体系に結びつけたためである Max のビルド番号の体系ではすべてのバージョンが固有のビルド番号で始まり Max のバージョンの全体の中のどの部分であるかわかるようになっている m a c OS X V10.0 は4で始まる ビルド番号があり、10.12話語で始まる、ビルド番号があった、初期のビルド番号は開発者リリースを表していた。ダーウィンのバージョンにある、ピリオド以下の番号は、MacOS X のバージョンにある2つ目のピリオド以下の番号と同じである。MacOS X v 1 0 1 1バージョン番号が飛んだ時のバージョンの場合は、ビルド 5M28 よび10.11リリースであり、 バージョン番号の5.1はこれに由来する。ターミナルで、うなめ R のコマンドを実行すると、ダーウィンのバージョン番号が表示され、うなめ V とすると、ダーウィンのバージョン番号を含んだザヌーのビルドバージョンが表示される。ダーウィンはフリーソフトウェアであるため、修正や強化を目的とする多くのプロジェクトがある。オッパンドウィンは、ダーウィンシステムを元にしたコミュニティ主導の OS である。 アップルの開発者とフリーソフトウェアコミュニティとの協調を高めることを目指して2002年4月にアップルとインターネットシステムズコンソーシアムによって設立されたこのプロジェクトはアップルによるダーウィンのリリースに恩恵を与えたがしかし独立したダーウィン OS を作成する試みは達成できずプロジェクトは停止した2007年 パラターウィンプロジェクトがオバンドウィンの後継として始まり、現在ダーウィン Q に基づいたリリースの制作が進められている。パラターウィン X m a s と呼ばれるダーウィン Q に基づいたデベロッパープレビューが入手できる。このリリースは X11、ダトレイス、ZFS を持つ。パラターウィンなのは最小限のコンポーネントだけを持つ別のリリースである。楽しく。 ご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。